午後6時になりました。 Hello everyone, you are going to listen to Denden Radio 76.1 FM Koza. Let's go. はい、皆さんこんばんは。はい、今週も始まりましたね。はい、今週も元気にいってまいりましょう。それでは地域から世界に発信するラジオ、Denden ラジオ。はい、最後終了、中がなびら。はい。はい、今週も始まりました。それでは、お願いします。いたさるぐとぅにげさびら。はい、最後終了、中がなびら。2月13日、2月13日土曜日、Google 9時、でんでんラジオの時間なといびん。何かが押し寄せてきましたか。皆さんこんばんは。2月13日土曜日、旧暦の1月6日、午後6時、でんでんラジオの時間になりました。Hello everyone, it's February 13th on Saturday at 6 o'clock, time for Denden Radio, ラジオ語の大学。チューヌパーソナリティや、シマクトバビンチョウソウル、神村エネト、イタクラシャーナント、ヒガナナセト、サズクオタト、タマキシノスケト、アカミネリュウブヤイビン。それでは、この番組の紹介をしたいと思います。この番組は、シマクトバ、英語、ヤマト口のトゥリリンガル、3カ国語で挑戦し、次世代へのシマクトバの伝承と多世代、異世代、国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は、FM コザと検索すると、Ustream 放送がライブで見られます。皆様、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は、シマクトバ、英語、ヤマト口ヌ、ミーチヌクトバチカティ、チギヌシデヌチヌチャンカイ、シマクトバ伝承師、ウフォークヌシデ、チガイルシデ、国際交流、シシミールクツ、目的と相違便。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、シマクトゥバ、英語に関する質問も、どしどしお待ちしています。メールアドレスは、すべて小文字で、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp、皆様からのメッセージ、リクエスト、お待ちしています。いずれも番組名、
でんでんラジオと書き添えください。ラジオネームも忘れずに。偶数用からぬメッセージ、直訓リクエスト、どんなゆしてきみしえびり要塞。ラジオネームわしらラングツかちみしえびり要塞。はい、今週もですね、やってまいりましたね。はい、でんでんラジオですけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。はい、最近ですね、もうあのなんか凍えるような寒さから、ちょっとお昼はね、なんかぬくぬくとした暖かさがね、暑かったよね、暑かったですね、うん、っていうのはなんか日が続いてますけどもね、まあ、立春もね過ぎまして、すごくもう春にどんだんだんだん近づいてるような気がしますけどもね。はい、で今週というか今日ですね、僕らあの実はあのスポンサーさんでありますデイサービスセンターしおさんの方に、お昼ですね、交流会に行ってまいりましたね、しんのすけくん。はいですね。はい、ね、こうたくんもね、はい、今日三振持ってますけどもね、はい、まあこの三振でいろいろな曲を披露してきましたけども、今日どうでしたか、こうたくん、今日の感想。今日はですね、しおさんで、なんかいろいろやってきましたんできましたけど、はい、なんかその中で、なんか拍手とか握手するときになんかおばさんに注されて、なんかもうあれもうなんかもうこれからも頑張ろうかなと思って。おー、はい、いいですね。もうたくさんの、たくさんの、まあ、そこにね、いらっしゃるお年寄りの方がいましたけども、はい、もう本当に、こうたくんの三振ももちろんですけども、まあ、しんのすけくんの踊りだったりとかもね、いろいろ、まあ、注目を浴びまして、ね、いろいろ褒められましたよね。はい。どのようでしたか、感想を。歌を歌うことが結構今日多くて、この、口ずさんだり、うん、等身同意とか、放念音頭っていうこの曲ではこの結構勝ち足とかも多かったので、とてもいいイベントになりました。うん、ね、一人すごくもう踊りもね得意な利用されてる方いましたけど もうその方にも圧倒されて、僕らがもうなんか結局にね元気をもらうような、はい、そういった会になってましたけどもね、もう本当に毎回毎回その お世話になってますので、まあ、これからデイサービスションさんの方には毎回お邪魔させていただく予定ですので、もしなんか興味がある方がいれば、そちらで毎月まあ週に2回の土曜日ぐらい、土曜日に披露させてもらってますので、ぜひ来ていただけたらなと思っております。はい、ということで、デイサービスしおんさんの皆様、一平二平デビタンありがとうございました。はいはい、ということでやってますけども、まあ時期的に旧正月を迎えましてね、いろいろ盛り上がっている中で、今日のデネラジオでは旧正月の話とですね、また明日ですね、あちゃやぬの日、なといびが、こうたくん、何の日でしたか、明日。なんか、女の子が、男の子には渡せるっていうことで、バレンタインで。わざわざ細かい説明ありがとうございます。まあ、まあ、いろいろありますけどもね、バレンタインデーの話をまた入れながらやっていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ、曲に入る前に、スポンサーさんの紹介。ウタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。クリカラン、ワッターが牛ワンカイナ通る、スポンサーの紹介、ウンヌキサビラ。住宅、リフォーム、建築のことなら、有限会社、マルーチ重機。有限会社、ケーテル沖縄、ソフトバンク、中野町店、ネーブルカデナ店。自分らしく、生きる空間、有料老人ホーム、ニヘデホーム。有限会社、ニヘデービル。柔道制服のことなら、熊野整骨院。どんなリフォームも、お任せください。株式会社、三人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンター、シオン。お寿司、海鮮料理のことなら、寿司、海産物、石松。
ヘアーカットのことなら、ビューティーサロン、フレンド。au ショップ、ネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す、琉球リハビリテーション学院。アーリーラーナーズ、インターナショナルスクール。車の修理一筋、45年以上。有限会社、金城自動車の提供、FM 小里沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしています。はい、スポンサーのぐしゅよ、終わったのためなかいひじいから、足みじたらち、終わったあくと応援ソウル、スポンサーのぐしゅよ、一平一平、二平デイビル、ありがとうございます。はい、では、ということで、最初の曲に行きたいと思いますけども、最初じゃあ、洋楽の方から行きましょうかね、しなさん。はい、今日は、あれ、All About the Bass、わかりますよねっていう歌があるんですけど、その歌で、とても、今のわかった、わかりましたか？All About That、All About That Bass。メガン・トレーナーさんが作った曲なんですけど、なんか、説明としてはなんか、あなたを、なんか、彼氏を、なんか、牛の夢を見て、なんか、だからあなたのことを大事に、大事にする。で、なんか、きっと、誰もがそんな夢見たこと、なんかそんな夢見たことあるんじゃないのみたいな。で、なんか、彼氏がいるのはわかるけど、なんかもっといい人を求めてしまう、みたいな、歌です。一応いい歌です。はい。まあ、バレンタインデーが近いということでね、この曲のチョイスになっていると思いますので。はい。じゃタイトルと、曲とタイトルお願いします。はい。タイトル同じだね。アーティストだね。はい。お願いします。はい。The next song will be I'm Going to Like I'm Going to Lose You by Meghan Trainor.
The song was Like I'm Gonna Lose You by Meghan Trainor. はい、でしたね。はい。また、なんか、もう、すごく、曲聴いてるだけでも、まあ、男と女の人がまたこうなって歌ってるので、すごく恋愛の曲だなって感じはすごくするんですけども、また歌が上手ですね。素敵な曲調で、また歌も、すごく、まあ、この時期にぴったりじゃないですかね。またね、明日がバレンタインデーということで、いろいろ力を入れてね、まあ、今日作ってる方もね、もしかしたらいらっしゃることでしょう。まあ、まあ、あげる方は違いど、また力を込めて頑張っていただきたいなと思います。ということで、じゃあ、シャナさん、曲の名前とアーティスト名、もちろんお願いします。The song was Like I'm Gonna Lose You by Meghan Trainor. はい、でした。Thank you very much! ペニペデビル、ありがとうございます。はい。そうですね。毎回ですね、デンデンラジオでは、うちらは便長タイムっていうのを持ってるんですが、今週はですね、いろいろ、沖縄のことではなくて、また、いろいろ身近に起きてる話をちょっと取り上げていきたいと思います。今週ですね、今日取り上げるのは、まあ、旧正月、まあ、沖縄も関連しますけども、まあ、本土でも、もちろん、旧暦の行事など行われております。まあ、この行事は、まあ、アジアというか中国の方でもすごく盛んでいて、まあ、ニュースの方で挙げられていたのがですね、まあ、春節という言葉があるんですけども、皆さんご存知ですかね。春節。まあ、よくニュース、新聞など各紙賑わせている言葉ですけども、俊之介くん、春節という意味は分かりますか、はい、若い日が野菜。分からないですね。分からないですか、はい、どういうイメージですかなんかしますかなんか春節って聞いて。春節っていう漢字が春にの節目っていう字なんですけど、どんな感じだと思いますか、どんな感じ、うん、分からないですか、想像できないです、あんましできないです、ね、そっか。じゃあダメだな。勉強不足ですね。はい。ちなみに、まあ、まあ、普通に知られてる方もいると思うんですけども、春節というのは、中国の、まあ、旧正月を表す言葉で、まあ、ここで言う、まあ、旧正月って言うじゃないですか。まあ、中国っていう、その旧正月に当たる時期のことを、まあ、春節というふうに言われてるんですけども、まあ、昨年もすごく賑わせました、爆買いという言葉がありますよね。爆買いという言葉ね、流行語大賞にもなりましたけども、まあ、その春節っていうのは、まあ、中国で言えば、まあ、その、まあ、時期に入ってますので、その時期はまた、その、仕事もお休みなんですよね。この旧正月っていう行事ですので。なので、その時期を利用して、日本にまた買い物に来たいとか、観光で来る中国、アジア系の方々がすごく来てるっていう、まあ、ニュースになってますよね。で、また特に、まあ、ライカムだったりとか、そこ、この大手のスーパーなんかに行くと、まあ、本当に外国人の姿がすごくとても目立つということで、ニュースにも挙げられてましたね。こうたくん、どう思いますか、そのことに関して。なんか、楽しそうっていうか、うん、なんか、もっと、なんか、ライカムに、外国人とか、うん、その、なんか、日本人とかなんか観光客が、はい、沖縄にくれたらもうなんか嬉しい、ね、そうですよね、まあ、本当にこういう風にまた来ていただくってことでたくさん本当に物が売れてるということで、まあ、沖縄の経済的にもすごくいい潤いになるんじゃないかなってすごく期待する部分もありますよね。はい、まあそういった中で、まあ、この時期にですね、まあ実はこの日本の神奈川県にある中華街、皆さんご存知ですか？とても有名なところなんですけども、そこでもまあ、旧暦の行事があったということで、そこの模様のちょっとニュースをですね、シャナさんがちょっと英語で持ってきてますので、今日実際に読んでいただこうかなと思いますけども、どうですか、ジュン、Are you ready? シャナさん。はい。はい。じゃあ、大丈夫ですか？聞く側としては、段落ごとなんだろう。なんか文ごとに訳すのと全部読んでから全部訳すのどっちがいいですか？あは、合間合間に入れますか？がいいかな。あ、最初にじゃあ読んでいってもらって、じゃあ後から言ってもらえますか？全部読んで全部訳す。あ、でもいや、大まかな日本語を
言ってもらいましょうかね。じゃあ、まあ読んでみてください。はい。はい。Lunar New Year is celebrated in Yokohama Chinatown. The Chinatown district of Yokohama, south of Tokyo, has began events to celebrate the start of the Chinese Lunar Year. あの、横浜の中華街で旧正月が、あの、今、あの、祝われてます。Local restaurants and shopkeepers hold the annual celebrations featuring various traditional Chinese performances. で、その地域のレストランとか、あの、お店の人たちは、そなんか毎年やってて、いろんな中国の伝統的なパフォーマンスがあるって。で、On Monday, a lion dance parade made its way down the streets of the district accompanied by the sounds of firecrackers and gongs. で、月曜日にあの獅子舞がなんか、そこら中歩いちゃって、なんか。で、その獅子舞と一緒に、花火じゃなくて、爆竹と、あの、ドーンやつ。金。そう。が、めっちゃ鳴ってたって。ドラだね。が鳴ってたって。で、lion dancers stop at one shop after another to perform the dance to chase away bad luck and lure in good fortune. で、獅子舞たちは、なんか、一個の店、次々にいろんな店に行って、で、なんか、悪い運、悪運を追い払って、いい運をなんか呼び寄せちゃって。で、crowds cheered when the performer used her lion headgear to pick up a gift envelope dangling from the eaves of the shop. で、なんかさ、獅子舞が、あの、頭の部分あるさ。で、その部分で、なんか、封筒を取ったって。封筒。封筒？うん、封筒。はいはいはい。封筒ね。で、なんか、天井から、吊り下がってる封筒取ってみんながイエーイみたいな。ってなったって。はいはいはい。ありましたね。映像であるんですけど。はい、映像があります。ありましたね。お店のこの、門の前のところの方に吊るされられてる封筒を、なんか口で加えて。加えてってことですよね。みんながイエーイ盛り上がりますよ。あんな、また、映像で見たのは、この獅子舞ね、すごい高さで撮ってましたよね。わかります？見たことありますかね？普通獅子舞ってこうなんかライオンみたいに、こんな撮ってる感じですけども、あれがもうなんか2メートルぐらい、ポーンって。縦に。そう、縦に。え、中すごくない？なので。中肩立つんじゃん。そうね。まあこれそこはまあ夢のある話ですから。あんま言わないですけど。まあすごいこの、まあ、見ててすごく盛り上がってる感じはありましたね。みんな頭噛まれてましたね。あ、そうですね。前噛まれた。噛まれた？噛まれた。噛まれたことあるんですか？なんか幸せが来るって言いますよね。エイサーなんかの時でも、いますよね。噛まれて、子供たちがなんかわーわー泣いてるような。泣いてますね。そういう映画浮かぶんですけど。まあ本当にいい意味でのね、行事を、まあ、行っていたということで、すごく、いいですね。またこの、新暦もまあ行事たくさんありますけども、こういった感じで、旧暦の行事も、また、いったらまあ異国のような、中華街もまあ中国のものありますけども、こういったところでも一緒にやっていくっていうのはすごくいいことですね。はい。ということで、最初はですね、いろいろまあ、旧正月ですね、についていろいろ話しましたけども、まあ、まあ、この時期も中国人とかたくさん、外国人もたくさんいますけどもね、こういった行事に合わせてもこういうふうに観光で来てくれるっていうのはすごく沖縄にとってもありがたいですし、なんですけども、まあこういった中でもまあたくさん課題があるということで、まあ特に沖縄で言えばなんかそういった外国人の方々のなんか万引きなんかも増えてるような話も聞きますね。そういったなんかまあそういった課題もね、多い中で、まあ僕ら中国語は話せないですよね。デネラジオも英語ですけども。はいはい。自分ですね、6月の16日に、沖縄市の国際交流会の、人たちの、学校で、中国の、挨拶を練習したんですよ。あ、そうなんですか。で、ちなみに、おはようとか、
おはようの時はニーハオで、ありがとうございます、先生。まあね、こういった感じでまた、まだ、まあ、これからまた学びに学びが増えていく機会が多分たくさん増えると思うんですけども、うん、まあそういった方々やっぱ注意するようなこともやっぱ必要になってくると思いますので、でやっぱりこういった時にやっぱマナーを守ってやっていくのもやってほしいなっていうのありますよね、はい、マナーとして、はい、まあいろいろありますけども、はい、ということで最初は旧暦行事の話しましたけども、まあ同じくですね、まあ買い物といえばいろいろね、売り上げが上がってるこの時期といえばね、さっきも話しましたけども、チョコがね店頭に最近目立ってますよね、皆さん。はい、いろんなチョコありますけど、何が好きですか？チョコ、チョコは基本なんでも大好きですね。ね、ですよね。ピンピンナッツとか入っていい、今でアピールしときましょう、はい、チョコ大好きです、いや、チョコ大好きです、いっぱい来ると思います。、まあ、ということで、じゃあ、まあ、ちょっと雑にやりましたけども、まあ、後半は、このバレンタイン関連のお話を、まあ、していただくということで、いろいろ皆さんと一緒にね、いろいろ意外と知らないこともたくさんあると思いますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。はい、ということで前半のコーナーは以上ですね。以上です。はい、ということで、いや、次の曲なんですが、はい、なんですけども、あ、もうコウタ君がマイク持ってたということは、もうコウタ君の番ですね。あの、一、あの、もう新年ということで、昼夜万年三振メチャーウィークで生しいヒレヒロサナヤンリチームとエイビン、おお、素晴らしい、中年かきはめでたいぶしヤイビンで、旧正月の時期ということで新年を迎え、めでたいめでたいめでたいぶしということで、めでたいぶしにしました。で、曲の中ですりすりめでたいめでたいめでたいっていう、悔しいがありますが、あの、めでたいの煮込みがちょっと早くなるので気をつけながら一緒に歌いましょう。はい、今から僕が心の準備をしますので、お待ちください。あ、素晴らしい説明ですね。はい、わかりやすかったです。待っておきます。はい、待ちましょうか。、はい、まあ、このめでたい節という曲ですけどもね、もう祝いの場ではすごく歌われてる曲ですよね。聞いたことあると思いますが、はい、まあ、八重山民謡の曲ですね、うん、めでたい節という曲で、先ほどもこうたくんが一緒に歌ってくださいというふうにやりましたので、ぜひ、あの、運転中の皆さんも一緒に、あの、歌っていただけたらなと思っております。聞いてる皆さんも、まあ、知ってると思いますので、ぜひ一緒に歌いましょう。ということで、じゃあこうたくん準備は大丈夫ですか？はい、できました。はい、じゃあということで、こうたくん、じゃあ曲の紹介ですね、お願いします。今日の曲はめでたい節です。それでは聴いてください、どうぞ。ゆぬあきてちなやあがらわんゆたさみんまとちまりんささうゆえさびら
めでたいめでたいすりすりめでたいめでたいめでたい。ありがとうございました。ただいまの曲はめでたい節でしたね。はい。この曲は、新年を迎えてるっていうことで、話題になってるんですけど、また、琉球島田協会の、フィナーレの時にもめでたい節を、他の、習っている研究所の人が、弾いてて、それで前に出てくるっていう感じになってますね。はい。ということで、ゴータ君ね、生で披露してもらいましたけども。はい。はい。気持ち的にはどうですか？もうなんか、自分も、もうなんか三線を弾くのは、なんか、2015年になって初めてなんですけど、2016年になってから初めての。え、本当ですか？え、さっき一緒にやってる。あ、これラジオでかな、ラジオで披露するのは初めてなんですけど、うん、これからのもっと三線の曲を、民謡の曲など様々な曲を新しい曲に変えて皆さんに披露したと思います。はい、いいですね。はい、ということで、じゃあ、コウタくん、今日の曲、何でしたか？今日の曲は、めでたい節でした。ありがとうございました。はい、フェーデビル、ありがとうございます。フェーデビル。はい、はい、はい、はい。いいですね。たまにはこういった生の機会というのもね、皆さんで聴けるということで、ぜひ今後もね、やっていきたいと思います。はい。ではでは、後半に行きましょうか。後半はじゃあ、七瀬さんにバトンタッチですね。はい、はい、お願いします。自分たちは先ほどリューブさんからも紹介があったように、このバレンタインが近いということで皆さんに紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずバレンタインの起源から紹介したいと思います。はい、バレンタインデーは、まあ、皆さんの知ったのとおり2月14日に祝われていてこの世界各地で男女または男男女女愛の誓いの日とされています。もともとは269年にローマ皇帝の迫害下で殉教した聖ワレンティヌスに由来する記念碑だと、主に西方教会の広がる地域において伝えられていたそうです。すごくやりきった感じがしますけどもね。はい、もともとこのじゃあ宗教やってた方が殉教して、まあ、こういった名前何でしたっけ？バレンティヌス。バレンティヌス。あ、なんかそこから来たっぽいですね。うん、そうですね。音が似てますね。バレンティヌスさんなんですか？はい。あ、っていうことなんですけど、うん、この日本で、もともとはこのバレンタインっていうイベントはチョコレートをあげるっていうものではなかったんですけど、うん、それがこの始まったのが、まあ、一応海外発祥なんですね。これ日本特有ではなくて、うん、で、この一番最初はこの元々がイギリスのチョコレート会社であるキャドバリー社が考え出したのだそうで、うん、このギフト用のチョコレートを製造したのに合わせて広まったとのことです。なるほどですね。で、この後にこの日本にもそれが来たんですけど、一番最初はこの昭和30年代に入ってからと言われています。うん、で、この1958年、昭和33年の2月に、このメリーチョコレート会社というところが新宿の売り場でバレンタインセールを行いました。で、このその後に森永製菓やソニープラザなど、この有名なチョコレートの会社が販売を促進する動きがありました。ただやっぱり当初は必ずしもうまくはいかなかったみたいです。ああ、うん、で、この後の1970年代前半頃になると状況が変わってきて、この頃になってくると、このバレンタインデーにチョコレートを送る習慣がやっぱ小学生から高校生の学生の間に広まるようになったそうです。あ、なるほど。なんかやっぱ最初は学生から始まったみたいです。うんうんうん、で、後の
1980年代後半頃に主婦層まで広まったと言われています。なのでやっぱりこの小売業界のこの積極的なマーケティングによって日本でもバレンタインが広まったと言われているそうです。うん、素晴らしいですね。そうですね。ということはじゃあ最初はじゃあ全然チョコは人気じゃなかったそうですね、人気がなかったってことですよね。うん、いやもう今ではもう本当にみんながチョコチョコチョコっていうぐらいの本当に人気なお菓子ですけどね。うん、またセールするっていうところ頭いいですよねやっぱり。セールが買いたくなりますからね。そうですよ。安くなってたら、うん、人間弱いな心の弱いところね、つけ込まれてしまったな。僕らも同じですよまあこのこういったまあ話があったということで、うんっていうことですよね。はい。うん。はいはいはい。お、なんかありますか？あ、はい。なんか言いたそうですね。行き行きつつだから。ごめんなさいね。はい。この日本で消費者向けにチョコレートを製造している企業は16社あるらしいんですけど。あ、日本ないですね。はい。日本で。おお。で、この度、このゴールネット株式会社が、このチョコレートメーカーのサイトランキングを、この、サイトランキングを調査して、していて、この基準が、この、リンクのしやすさ、情報共有、情報発信、コンテンツ、そして、この4つの視点から、総合得点を算出して、ランキングにしたものです。で、この1位が、森永製菓。で、2位が、明治製菓。3位が江崎グリコ、ああ有名どころですね。はい、以下ロッテ、ネスレ、こういう感じで続いています。はいはい、まあこういう感じで。はい、このチョコレートメーカーのサイトランキングです。サイト、はい、サイト、はい、サイトランキング、この調べる。なるほどね。お菓子をじゃあこの、うん、なんか食べたいなと思ったものを、はい、ああそういうことか、うん。はいはいはい。なるほど。森永。すごいですね。はい、すごいですね。何がありますかね。森永さんって何があるんだろう。森永。ココアって感じ。ああ。メルティーキッス。あ、そうなんですか。違う。あ、チョコボールとかじゃないですか。ああ、チョコボールか。森永。なんか売れてる。森永か。あと、森永。森永か。歌いますよねなんか。コータちょっと似てるもん。ちょっと似てる。あ、そうなんですね。はい、あ、そうか、チョコボールとかなんですね。そうですね、なんか気になりますね。どこがどこのなんか出してるのかなとか。うん、気になるな、まあ。っていうことで、このバレンタインにチョコレートを売るっていうのが今定番なんですけど、うん、この経済効果にもちょっと注目して紹介したいんですけど、あ、ちょっと待ってくださいね。そもそもこの経済効果って、あんまりちょっと難しい言葉じゃないですか。で、これが何かっていうと、このある出来事が起きることで特定の国地域にどのくらい経済的に好影響があるのかをシミュレートし金額で示したものだそうです。で、これは正確な金額が分かるわけではないので、あくまで予測になります。で、やっぱりこのバレンタインだとかクリスマス、ハロウィンっていうのは経済効果が大きいみたいで、日本では、うん、この近年の2015年の経済効果はクリスマスが6740億円。すごい。すごいな。すごいですね。で、バレンタインが1080億円、うん、ハロウィンが1100億円となっております。だいぶ大きい金額なんですけど、やっぱりクリスマスの経済効果が群を抜いて高いんですけど、で、またこのバレンタイン、じゃ、まあ、今回はバレンタインに注目して、で、バレンタインのこのチョコレートは本命チョコで平均2000円から3000円で、ギリチョコで100円から1000円くらい注がれているそうです。ちょっと差があるんですけど。このバレンタインは最近本命チョコ以外にもギリチョコだったり家族に送るファミチョコって呼ばれてみたいです。ファミチョコ確かにファミチョコファミチョコや友人に送る友チョコ、うん、
だったり自分のやっぱり最近ご褒美として自分チョコレートもあるみたいです。高いのたくさん売ってますからね。ね、このやっぱあげる人の多様化に伴ってシェアを伸ばしてきてるそうです。素晴らしい。って考えたらもう日本人ってお菓子ばっかり食べてるんだね。そうです ね。ずっともう下半期ずっとお菓子特にそうですね。ハロウィン、ね、クリスマス、バレンタインずっとお菓子ばっかり食べてる、ね、そうですね、餅は食べないんだ。もうね、まあいいや、それはいいとして。まあ美味しいですからねお菓子は、本当に、まあ、みんな好きですよ。だからうまく企業さんもやってますよね。そうですね、それでもう本当に皆さんどんどん買っちゃうっていうのが、うん、オチですけども、いや頭がいいですよ、うんうん、でやっぱりこのバレンタインより逆にホワイトデーの方が金額はすごい多いそうです。なんかお返しということでなんかちょっと倍になるそうです。これもなんか日本人特有なんですかね。日本人ですね。なんかこのお返しがなんか必要っていう、つまらないものですが、あ、そうですね、はいはいはい、なるほどね。感じですね。なんかよくあの、まあ、最近の ありましたけども、なんか、ホワイトデーはあれみたいですよね。前も、去年かな。3.14 で、パイを渡すのが、いいみたいな。うん、なんでかわかる？わかる。円周率。一生続くからね。ああ、すごいですね。なんか、ダジャレね、おじさんが作ったような感じで。だから、この、プロポーズする人が多いみたいで。あ、そっか、それで、永遠、あ、なるほどね。おぉ、そう、すげえ。上手ですね。3.14 だけかなと思った。そっか。それでプロポーズする人が、答えが出ないもんね。急上昇みたいですよ。すごい。わかんないですけどね。答え出ない日だけどね。そっか、永遠続くっていう意味で、なるほど。いいように考えますね、皆さんね。すごいですね。前回したりとか。このポジティブさをね、どんどん皆さんもね、みんな使ってください。使いましょうね。そうですね。そうですね。そっか、いろいろな、まあ、企業さんの努力があって、まあ、このような、まあ、市場拡大だったりとか、本当にチョコを売りやすい現場になっているということですね。まあ、たくさんありますけどもね。皆さんどうですか？チョコは食べてますか？日頃は。さっきも食べましたね。はい。コータ君は何が好きですか？なんかさっきもチョコボールとチョコボールね、なんかナゲットを言えたまあいろんなのが好きですよね。わ、今自分頭の中が見えました。今後で買ってあげますよね。後で買ってあげます。まあいろいろねチョコありますけども、たくさんまあありますけどもね、じゃあ次はちょっともういろいろシャダさんの方から英語の方、世界のバレンタイン、ね、バレンタインでちょっとあれということなので、ちょっと聞いてみましょうか。シャダさん、どんな感じですか？はい、では、まあ、日本ではなんか日本とかアメリカとかでなんかめっちゃバレンタインって盛り上がるじゃないですか、だけどそれ国によってはバレンタインが禁止という国もあるんですよ。でそれについて話したいと思います。イスラム諸国とインドではバレンタインが禁止です。もともとさっき言ったようにキリスト教関連のイベントは基本的にイスラムでは禁止されています。バレンタインを祝った場合、最高刑、最高刑っていうことはで死刑の可能性がある、というニュースが出たため、陰で盛り上がってるそうです。陰で。贈り物の定番は花みたいです。インドではヒンドゥー教が、信仰されており、バレンタインは禁止されています。こちらも、陰で盛り上がっていて、男子から女子へプレゼントすることが多いようです。なるほど。そう。公でやってしまうと、じゃあ、大変なことになってしまうということですね。そうですね。やっぱそういったのに、やっぱ宗教の壁があるんですね。そうですね。だけど、正直言って、なんか、バレンタインって言われて、バレンタインって言われて、キリストの教のことを考える人少ないって言っちゃう。そうですね。日本ではそうかもしれませんね。確かに。でも、チョコをね、売る始めたのは、まあ別に、もしかしたら関係ないかもしれないですよね。確かに。まあなんか、調べてみるとね、いろいろ出てたんですけど、イスラムでは
バレンタインとしてのプレゼントじゃなくて愛する人への贈り物って言って贈り物するそうです。なるほど。なら大丈夫みたいな。このバレンタインの日に。なるほど。っていうなんかみんな濁してるみたいですね。なるほど。もらった方は嬉しいですよ。うん、そうですね。うん。もうだからそうしてでも渡すね渡したいっていう。楽しみたいんですねみんな。そういう方が、うん、うん、いいですね。はい、まあ、いろいろチョコについてあります。まだありますかシャンさん。うん、次は英単、英語のコーナーでね。そっか、じゃあ英語のコーナーでですね。引き続きじゃあ、行きますか。行きましょうか。はい。では、シャンさんの英語の方を。です。ね。で、はい。じゃあ、今日は2つ練習したいと思います。1つ目が、あなたがいないと人生を生きる価値なんてないというなんか思い言葉です。ヘビーですね。ヘビーな言葉。すごいですね。はい。思いが伝わりますよ、これで。はい。Life is not worth living without you. です。はい、練習しましょう。Life is not Life is not worth living worth living without you. Without you. です。思い出せんなんか。いや、もうそれぐらい好きだぞっていうね。好きだよっていう感じですよね。はい、次がなんか次がなんかバレンタインとかも気軽に使えるなんか言葉なんか気に入ってくれるといいなーって思います。だから贈り物するときに、そうなんかあいいですね。あげるとあげるとき誕生日とかでもあげるときに、うん、I hope you like it。おほ。じゃあ I hope you like it。You like it。です。だから普通にあげるときに、I hope you like it。Thank you。あ、Thank you。引かないで。先週のも少し、はい、先週のもおさらいしましょう。そしたら今日ねもしかしたらメッセージカード作ってる方もいるかもしれない。一番簡単なやつ覚えてますか？なんかメリークリスマスみたいな言えるやつ。もう定番じゃないですか。ハッピーバレンタインです。そう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 。じゃあ練習しましょう。ハッピーバレンタインズデイ。ハッピーバレンタインズデイ。でこれになんか足せるわけ。うん、覚えてますか？足せるわけ、なんかたくさんの愛を込めてって意味で足せ、足すやつ、はいはい、うん、あ、教えてください、はい、で、with lots of love だからなんか全部つなげて Happy Valentine's Day with lots of love って言うんですよ。うん、で練習しましょう。 Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day with lots of love lots of love です。こう日本語、日本語、日本語、はい、たくさんの愛を込めてバレンタインでおめでとう、うん、です。ぜひ使ってください。はい、ロマンチックですね。そうですね。いいですね。いや、一つのチョコと一緒に、うん、そういう言葉としてね使っていきましょう皆さん。はい、ということでシャナさんの英語のコーナーは以上ですか？はい。はい、以上ですね。はい、Thank you very much. NBA デビュー、ありがとうございます。はい。まあいろいろチョコの話もありましたけどもね。皆さんいかがでしたでしょうか。まあチョコといえばですね、まあ食べる側もそうですけども、まあ作り手がいるということで、まあたくさんの問題としてまあアフリカのガーナの方でね、チョコを取られますけども、すごく低賃金で働かされてるっていうのがすごく問題になってますよね。うん。そういった方々のその、まあ思いというか、まあその苦労があるからこそ私たちもチョコとかもね、いただけるということで、そういったのも本当にもっとその社会問題として上がってますので、本当もっと考えていくべき問題ですよね。またチョコ、また今値段上がってますので、やっぱりすごくカカオのも生産自体も、またカカオもまた取りすぎたら、今中国の方でまたチョコがブームになってるみたいで、どんどんもカカオの量もやっぱり相当減ってきてるっていうのが事実みたいな。あんな簡単にはカカオは作れない、数十年じゃないと作れないような感じですね。どうすんの？チョコ消えたらどうするの？あ、どうしよう。そういう場合ですよ。そういう、やばい。のことがあるので、まあ皆さんで一緒に大事にというか、まあ考えていくべき問題ですね。うん。はい。ということでやってきましたけども。皆さん一応、そうですね、チョコはもう、たしなんで、ぜひ作っていただけたらなと思いますので。はい。で、最後にですね、皆さん。シュマクトゥバのこの言葉を皆さんに送りたいと思います。恥ぬありわぬ人参やる。
という言葉があります。これどういう言葉かと言いますと、もう一度ですね、恥ぬありわど人参やる、恥があればこそ人間であるという意味なんですけども、まあ恥ずべきこと、まあいろいろ騙し、例えば人に嘘つくだとか、そういったまあ最高で言えば殺し、まあ良くないですよね。まあそういった恥ずかしい、そういったことを、まあ、恥ずかしいという思い心があって初めて人間であると。で、それがなければ、まあ、人間ではない。まあすごくこういったことを知ってるから、まあ人間だよっていう、そういうような言葉なんですけども、まあそういった中で、まあこの言葉もですねありますけども、何でしたっけ、まあこの言葉のように、皆さんもぜひ、まあ、バレンタインデーでね、心を込めて何か作ったりプレゼントしたりねすることもいいと思いますけども、まあ普段ね感謝伝えるべき人もたくさんいるかと思うんですけども、そういった方々に、こういう機会にプレゼントしていくっていうのも一つのいい機会じゃないかなということで、まあ、ぜひまあ、恋人だけに限らずですね、本当に日頃ちょっと感謝得てないなとか、そういう方々にぜひこういった機会に渡す機会としてやってくれたらなと心から願っております。意外とね言えない方もいますもんね。またまあ、この時期で言えば卒業もね、まあ綾音さんは高校3年卒業ですけども、もしかしたらね、同じ世代の先生に感謝ちょっとできなかったなとか、まあ、親にもう今回まあ高校卒業だから大学ね大人に近くつくので今日に渡そうかなとか、いろいろまああると思うんですけども、まあぜひこの機会に感謝をね皆さんに伝えてもらいたいなと思っております。はい、ということで今日の言葉ですね、恥ぬありわど人参やるという言葉ですね。恥があればこそ人間であるという言葉をぜひ皆さん覚えていただきたいなと思います。はい、ということでもうすぐもう駆け足でエンディングなんですが、はい、まあ来週、再来週、まあ来週がね皆さん、まあ沖縄マラソンですかがありますよね、うん、ということで今年も僕ら通訳ボランティアとして参加する予定なんですが、まあいろいろまたこの関連でまたシャナさんには来週英語の方頑張っていただきますので、僕らもいろいろね学び、まあね、英語全然わからない部分だとか、特にまた人助けのところとかで、ね、使う英語がたくさんあると思いますので、ぜひ一緒に皆さんで学んでいきたいなと思っております。ということで今週のデネラジオ、スポンサーさんの紹介をして終えていきたいと思います。それではいたさるぐとうにげーさびら、はい、今日のデンデンラジオラジオ子ども大学の時間は、住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機、有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店、自分らしく生きる空間有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘイデービル、柔道制服のことなら熊野整骨院、どんなリフォームもお任せください株式会社三人、皆様の癒しの空間デイサービスセンターシオン、お寿司海鮮料理のことなら寿司海産物石松、ヘアーカットのことならビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店、生きる支援職人の輩出を目指す琉球リハビリテーション学院、アーリーラーナーズインターナショナルスクール、車の修理一筋45年以上有限会社金城自動車と FM 小里と沖縄半蔵 NPO の協力でお送りいたしました。はい、それでは今日もみんなでお別れしていきましょう。それではまた来週。See you next week! せーの、またやーさーい。